謎のペリカン深海魚食ってみた。今回捕獲していくのは突如海に大発生した謎のヒョロ長生物ギャッチュー。謎だらけのくちばし深海生物シギウナギです。早速調べていきましょうか。ズバリ予想するけど出てこないと思う。どれどれ。食えそうですね。ぶっ飛ばすぜベイベー。素材の味はシンプルに楽しむのが一番。なんかそうめんみたいで美味しそう。あっという間に未知の深海魚シギウナギのお刺身完成。早速食べていきましょう。持った感じはイカのゲソ、一抹の不安とともに口に放り込みます。果たして食べられるのか。ということで結論、見るからにヤバそうなペリカン深海生物は食えます。普通に美味しいエビの味がした。